ニュースです。一人二役します。桝太一さんが司会兼パネリスト、元日本テレビアナウンサーで同志社大学ハリス理化学研究所の専任研究所員を務める桝太一さんは2022年6月14日 3M ジャパンのイベントに登壇した。パネルディスカッションにはパネリストと司会者を兼任した。桝さんは日常生活は科学で満ち溢れていると訴え、テレビは日常の科学をうまく伝える役割の一つを担うべきなのではと個人の見解を話した。